はいどうもさん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、5月より LINEPay クレカ還元率2%に変更点のまとめやクーポンの場所の確認方法も解説ということで、今回は LINEPay クレジットカードとスマホ決済の LINEPay についてですね、この動画では LINEPay と LINEPay クレジットカードが本日5月1日よりどんな風になっているのか、以前も似てる感じのことをですね、動画にしてるんですけども、改めて解説をしていこうと思います。もしですね、今後利用を検討されている方は、ぜひ参考にしていただければなと思います。 それではいってみましょう。 ということでね、こちら公式ページから引っ張ってきました。まあ、LINEPay クレジットカードとチャージアンドペイと LINEPay 特典クーポン。この3種類について、まあ、大きく変更がされるっていうことなんですけども、まずこの LINEPay クレジットカードなんですが、カードショッピングの利用還元率。これがもともと2021年の4月30日までは、LINE、えー、ポイント3%還元ということだったんですけども、本日5月1日土曜日以降に関しては、一律2%還元となります。ここでかいですよね。 ちょっと1%ね還元率落ちちゃうとこではあるんですけどもとりあえず今後は2%還元ということになりますでちゃんとここにも出てる通りですね2020年の4月30日までの特典として2%還元ということになるんで今から約1年ほどは2%ということです ま、この内訳としてですね。まあ、ここにも書いてるんですけども、まあ、基本還元率が1%で、そこでさらに1%が上乗せされた状態で、1年間2%還元ということになります。で、特典内容やその2%還元の期間というのは、予告なく変更する場合っていう可能性も出ると。で、公共料金とか税金、支払い金額の5万円までは還元の対象になるので、ここもちょっと気をつけないといけないですね。なので、それ以上支払っても、一応5万円までの還元しか出ないので、もしね、公共料金 料金とか税金支払われる方はちょっと気をつけてくださいなのでまあ単純計算で5万円かけることの0.02なので1000円分までであればちゃんと還元されますよということになりますまあ、次チャージペイなんですけどもこのチャージペイっていうのはビザ、ラインペイ、クレジットカードを持っている方であればまあ、特にチャージをせずラインペイと紐付けをしてスマホ決済のラインペイで決済ができるっていうかなりね便利がいい機能となっておりますで元々は4月30日までであればラインポイントクラブっていうのがありましてその中のマ マイランクっていうのがあるんですが、それに応じてですね1、1%から3%という還元率が変わってたんですけども、今後はそのチャージペイを使っても、LINE ポイントが一律0.5%還元ということになります。なので、ぶっちゃけスマホ決済の LINE ペイで支払うよりかは、普通に LINE ペイクリストカードで決済できるなら、その方法を使ってみるのも結構ありかなと思いますね。そして、結構ね、使われている方もいらっしゃったのかなと思うんですけども、こちら、LINE ペイの特典クーポンですね。この特典クーポンに関しては、先ほどお伝えしたこのマイランクン、 ンクにに応じてて毎月枚枚からという風になってたんで、すすけども5月の1日以降にに関しし制限なしに切りり替わりますでその特典クーポンについては、4月の特典クーポンの終了期限は、4月30日の23時59分までなんですけども、5月のクーポンの利用に関しては、5月1日10時からとなります。なので、この動画をアップしてる頃にはね、もうこの運用になっていると思います。一応ですね、Visa9Pay クレジットカードの公式ページをちょっと見に来たんですけども、見ていただいたらわかりに、しっかりと2%に変わってます。 ね 一応2022年の4月30日までということで、他の内容に関しては特に変更とか気になる点は特にはなかったですね。まあ気になったといえば、これですね。オリンピック限定ビザな隠蔽カード。これまだ発行できるっぽいですよね。数量限定っていう風に出てるんですけども、なんかね、あまり人気がないような感じにはなってるっぽいですね。他の内容に関してはこれまで通りとなっております。で、詳しい内容に関しては、ここに一応出てるように、2021年の5月1日より、LINE クレカ l i n e p 特典クーポンの3 サービスで、ぜひ見ていいただければと思いますでちなみにこの FAQ の中に結構ね、気になるところが、気になる質問がまとめられておりまして、例えばここですね、チャージペイまあ LINE ペイ自体は PayPay ペペ加盟店のバーコードでも使えますかというところなんですけども、これね、ちょっと前にも発表があったんですが、2021年4月下旬以降にご利用いただけるようになる予定ですと。 ペイペイ加盟店、ペイペイの一部加盟店で、LINEPay でもお支払い可能になり、コード支払いできるお店が広がりますと。なお、LINE クレカをお支払い方法に設定して、チャージ &Pay で、ペイペイ加盟店にてコード支払いを利用した場合は、一律0.5%の LINE ポイントが還元されます。詳細に言っては、情報は決定次第 LINEPay 公式アカウントなどでご案内いたしますということですので、まあ、先ほどもちょっとお伝えしたように、今回ね、チャージペイの還元率全部が一律0.5%の LINE ポイントに なるのでまあ、無理に LINE ペイで支払うというよりかは普通にクリストカードの LINE クレカで支払った方が還元率が高いのでもしそれが可能であればそっちで払った方がいいかもしれないですねちなみにですねこの PayPay 加盟店とのお支払いの際は LINE Pay の特典クーポンっていうのは使えないのでここがちょっと注意が必要かなと思いますで以前の動画でもちょっとお伝えしたんですけどもチャージペアは Yahoo カードや他のカードでもできますかとでそれに対してのアンサーは現時点でチャージペイにご利用いただけるカードは LINE クレカの のみですということだったんですけども、まあ、以前の僕の動画の時にコメントをちらほらいただいたんですけどもおそらく今後チャージペイで使えるクレジットカードが増えてくるんじゃないかなというふうなコメントをいただいたので一、まあ、つねここは楽しみなところではあります で、もう一つね、ちょっと気になるところがありまして、今まで税金を請求書支払いで支払っていたが、5月からは LINE くらいでかで支払えば2%還元になるのでしょうかということで、カードショッピングのご利用の場合は2%還元ということなんですけども、普通にね、スマホ決済の LINEPay で決済した場合に関しては0.5%還元になるかと思いますので、ちょっとここに関してはね、これまでそういった方法で利用されてた方は、まあちょっと、 ショックが大きいところで、はあるかもしれないですねで一応ですね、LINEPay の公式のページにも結構こういった風にまとめてはくれてるので、まあ、どういった自分がどういった状態で LINEPay で決済したらどんな風に還元されるのかっていう風にちゃんと出ております。スマホ決済の LINEPay で、クレジットカードの LINE クレコンを持っている場合、このチャージ &Pay が使えるんですけども、それでスマホ決済のコード支払い、請求書支払い、そしてオンライン支払いを行ったら還元率が0.5%還元となります。これは特にね、還元上限が決まって なくてなおかつで、次に、この残高って書いてるものは、まあ、私生活の中で、このスマホ決済の LINEPay を現金とかでチャージをして LINEPay で決済されてる方、チャージペイまあイ、LINE クレカを持ってない方は、どんな風になるのかっていうことなんですけども、普通のコード支払いをしても0、0%還元ということになります。なのでね、これまでは確か一番低い金額の還元率でも確か0.5か、それだ、それぐらい あったような気がするんですけどもそれさえもなくなったとで、もちろんね、請求書支払いでも決済しても0%還元オンライン支払い、そしてタッチ決済ですねこれらが決済しても0%還元となるので、まあ、ぶっちゃけねほんとスマホ決済に関しては残高払いで使ってる方であればもう無理にね LINE Pay を使うのはちょっと お得感がないのかなという風に思います。もちろんね、私生活でずっと LINE ペイ使ってる方はね、還元率気にせず使ってる方はいいと思うんですけども、還元率とか気になる方に関したら、まあそんなにスマホ決済の LINE ペイの残高払いをに使う理由っていうのはちょっと少なくなってくるんじゃないかなっていう風にも思います。でまあコー支払いに関しては特典のクーポン使えますし、オンライン支払い、まあ残高払いでもちゃんと特典クーポン使えますので、ここには結構メリットあるかなという風に思います。そしてカードショッピングの場合に関してはビザ LINE ペイ、クレジットカード持ってる方であれば ショッピングで使っても2%還元とでビザラインペイプリペイドカードの場合ですねこれに関しては特に還元率はないので残高でチャージをして使うときも含めて0%還元ということになりますのでご自身がどれに当てはまるのかっていうのを見ていただいた上でこのラインクレカそしてラインペイ使うのがいいかなというふうに思いますで今お伝えした中で一つ気になることあると思うんですけどもそういえばラインペイのクーポンどこ行ったっていうふうに思ったと思うんですよこれね正直 今日の確か10時に、まあ、配信されるということで、僕もちょっと探したんですけども、一瞬見当たらなかったんですよ。で、ちょっといろいろ探してたら、あ、ここにあったっていうのがあるので、ちょっと共有したいと思うんですけども、まずは LINE のアプリを開いていただきまして、右下のオレットをタップしていただきます。で、そこからですね、ここの LINEPE のマークと、そして残高のところがあるので、ここをですね、タップすると、画面が切り替わってですね、l i n e p y の画面に切り替わります。で、その中でこの画面を下に下がっていただくと、 まちょっとね、画面に出てたんですけども、この真ん中あたりに今月のクーポンをチェック、特典クーポンという項目が現れてますので、ここをタップしてください。そしたらですね、特典クーポンということで、まあ、見たことある画面が出てくると思います。そうなんですよ。ちょっとね、入る順番は若干違ってたんですけども、 前はね、LINE ポイントクラブのところから確か入ってたような気がするんですが、今回から今のような方法でクーポンを取得することができます。まあ、実際にね、今どんなクーポンが出てるのか見ていこうと思うんですけども、例えば今おすすめのこれオンデイズって言うんですかね確かメガネ屋さんかなそれが10%オフのクーポンが出てたりとか、他にも家電とかね、クーポンの種類は確かこれまでとあまり変わらなかった気がするんですけども、見ていただいたらわかるように若干ね、還元率が落ちてるんですよね。<laughs> 前は確か5%とか、で、つい最近まで確か3%とかだったよ の気がするんで、すすけどもななんと見てていいただいただら分かるようににオフになっておりますで他にもこの趣味娯楽とかゲオとかだったら2%オフ、ツタヤも2%オフ、オートバックスも2%オフ、そしてグルメのジャンルであれば串カツサナカ5%オフ、スシローとかくら寿司も確か3%とかだったような気がするんですけど、2%オフに確か変わってますね。出前かもちょっと変わってますね。まあ今、ざっと見ていただいたらわかるように、とりあえず今月から誰でも獲得できるようになったのはいいものの、そしてランクが廃止されたのもいい もののこの何パーセントオフっていう還元率がねかなり下がってるような感じなんですよねまあ誰でも取得できるようになったことはねまあ使う人が増えるっていうのもあると思うんですけども例えば前回だったらそのプラチナランクとか維持してた方からすればムムムってなるところではあるかもしれないですねということで本日お伝えしたことをまとめです5月1日に LINE クレカと LINE ペイの変更点まとめということでまず還元率に関してはクレジットカードに関してはビザラインペイクレジットカードは2022年の4月30日までは 2%還元ということになりますですけども予告なくね終了とか変更する場合もあるかもしれないのでとりあえず現時点では2%還元となりますでスマホ決済の LINE ペンに関しては LINE ペンのクリストカードを持っている方に関しては 0.5%還元にはなるんですけども、普通の残高払い、ラインクレカを持ってない残高払いでラインペイを決済する場合は0%還元とはなるので、まあ、無理にラインペイで決済しないといけないっていうのはないかなと思うので、ちょっとそこら辺はね、ご自身でどんな決済方法を使うのか改めて考えてみるのもいいかなというふうに思います。で、クーポンに関しては獲得上限もなくなったのはいいものの、 今お伝えしたように、還元率はちょっと全体的にダウンはしてるかなというふうに思います。ですけども、まあ幅広くね、LINE ってを使おうかなというふうに思っている方に関したら、まあいろんなお店で使うことができますんで、サクサクと使って試してみるのもいいと思います。で、クーポンの獲得方法に関しては先ほどお伝えしたように、LINE のウォレットというところから入って、残高に入って、そして特典クーポンの順番で入っていただければ、クーポンを獲得することができますので、ここら辺はご自身でチェックをしてみてください。まあね、ここまでお伝えして、まあ若干ちょっとネガティブなところも あるかなと思うんですけども今回お伝えして結論それでも2%還元は高還元ですということですねそうなんですよやっぱりねクレジットカードの還元率って0.5%還元っていうのは結構普通らしいんですけども1%還元でも結構高いっていう風うに言われてるんですねその中でもやっぱラインペイクレジットカードに関しては2%還元なのでそこはねまた1年間 恩恵を受ける方は結構増えてくるのかなというふうに思っております。なのでメインでラインポイントを貯めてるっていう方からすれば、また今年1年ね。 うまく使えば、ポイントもバンバン溜まっていくんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなこんなで今回は、l i n e p イ y クレジットカードの還元率の変更と、スマホ決済 l i n e p イ y の変更点について、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、ほんとね、この l i n e p イ y クレジットカードの3%還元の恩恵っていうのは、僕もフルで受けたっていうわけではないんですけども、どこ行っても3%なので、 ま、ほんとね、使い方によっては、とりあえず困ったら LINEPay クレジットカードで払ってるような場面が多かったんですよね。まあ、今後に関してはメインのカードになるかどうかというのはちょっと考えるとこではあるんですけども、まあ2、2%還元の恩恵もね、うまく受けようかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいた LINEPay クレジットカードの詳細とか、あと変更点に関してのリンク概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました